第11話ガビル三条に関する海外の反応集。今期は面白い作品がたくさんあるけど、一番楽しみにしてるのはテンスラだわ。毎回見るたびに街になっていってるな。街の発展がグレートだね。おお、こんなに発展してたんだ。建物がいい感じ。シュナちゃんの牙残ってた。牙が残っててほっとした。リムルの最終目的は帝国建国だったかな。どんどん発展していく様子がいいよね。シオンさん秘書になったのか、知性的かどうかはここまででは不明だな。転生したらハーレムマスターだったけん。リムルのおっぱい好きにも困ったもんだでわら。シオンさんいいキャラだと思うけど、アルベドほどの狂気がないと女秘書キャラの存在感は示せないぞ。死ぬ瞬間に求めたもの。前回まで特に何もなかったシュナちゃんとシオンさんが、アルベドとシャルティアみたいになってんぞテラワロス。リムルニョーンってなってるじゃん、わらわらわら。これ以上ハーレム要員を増やすべきじゃない。ウィークリング、ウィークリング、ウィークリング。わお。これは非常にまずいぞ、リムル。大賢者さんまで今回はギャグに参加するのか？大賢者がベストガールに再び返り咲いた。常にベストガールだったけど。シオンの料理はスライム体で食べたら味覚ゼロで毒耐性も獲得できたのにね。エクストラスキルを手に入れられる。はは。生存した場合に限る。マジで死ぬからな。教えることはできたと思うぞ。シオンの料理は、死ぬって。スライムのこの表情よかった。リムルって中の人おっさんなのにどうして美少女しか許されない表情ができるの？こいつもアインズ様みたいにこっそり練習してるんだな。そういえば訪問者と会う時の仮面はもう使ってなかったなわら。ちょっとリムルの性別に悩まされている。男の子？女の子？成人？子供？本体はスライムだから必要に応じて変えられる。ご無沙汰ご愁傷様。常にチームのために行動している男。いい日常会だったな。シオンの料理で毒耐性スキル獲得とか、すごい男になりやがったでわら。シオンの料理って、スタンドの矢みたいなもんだな。今回はリムルのために役だったな。キリュウも拍手してたの好き。すごいな。乗り物のトカゲまでが、ビル、ガビル。ガビルは今のところ出てきた中で最高のやつだな。さすが、ガビル様。ガビルさん本日も輝いてたなわら。もしかしたらすごい強運の持ち主なのか？は？予想以上に面白くなってるな。リムルと他のメンバーとの関係が強くなっていってるのがいいね。ガビルの、わーお、で爆笑した母。福島純さん素晴らしいね。俺も声優についてコメントしようと思ってた。ベニマルのこいつ、殺して、いいですか？のテンポ好きだなわら。楽しんで演技してるのが伝わってくる。声優陣がほんといいよね。このスバでもそうだったけど、字幕に集中するよりも声優さんの演技に集中してる。未だにリムルの声優が新人だってことが信じられない。本当に素晴らしいパフォーマンス。特にナイスタイミングのセリフが良かった。今日はランが出番ないと思ったけど、常に影として付き従ってるんだな。久々にでかいのみたいわ。獲得したスキル、回し蹴り、影移動、毒耐性。このシリーズは、ますます良くなってきている。笑えるシーンが多くて満足だ。ゴブタの専用武器ってなんだろう。ゴブタはリムルと近い能力を持ってるのかな？スーパーサイヤ人みたいになってたし、まだまだだけど、このままスキルを獲得していったらかなり化けるんじゃないか？シオンはあの料理を作るために精一杯頑張ったんだろうな。彼女の料理を食べると新しいスキルが手に入る。そして強い。彼女にできないことってあるのか？料理。シオンさんの料理がミドリンクラスに絶望的だった。いやこっちはマジで作ってこうなってるから、それ以上か。ゴブタ君が初手でやり投げた時は、振りにしてどうする？と思った。ゴブタ素手で戦ってるじゃんわら。ゴブタ君ナルトみたいだったぜ。ゴブタ、ゴブタ、ゴブタ。影に潜るスキル隠し持ってたのか。技の完成度だけでなく、蹴りを確実にダウン狙える部位に打ち込めててグッジョブだ。ゴブタの無双がもっと見たいロル。ゴブタ強え？ゴブタは主人公だな。ゴブタ君に厳しいアニメかと思ったけど今日はガビルを倒すまでに成長しているところを見せてくれたな。彼はかなりいいキャラクターだよね。白狼さんの狩猟で確実に強くなってていいね。ゴブタ君リムルの次に強くなりそう。一見弱そうで使えなさそうに見えるけど、何か才能を秘めてる。リムルが異世界の主人公でゴブタが少年漫画の主人公。ガビルがギャグ漫画の主人公？リザードカズマ。気づいたらリブルドが黒兵衛の立ち位置にいるお。シオンちゃんはどの衣装でもパーフェクトだな。シオンはやっぱベストガールだわ。彼女の料理は毒。武器になるし、戦いで使えるんだぞ。シュナ好きと争う準備はできてるぞ。可愛い子がまた増えたな。次から次に可愛い子が出てくるぞ。ここに来てクエスト依頼か。20万人規模の軍勢を止めるクエスト？無茶な話じゃないか。
ガビルの勢力と合流してもまだまだオークロードを止めるには厳しい。リムル式の元どう戦っていくんだろう。ガビルもそうか。来週はおそらく戦闘シーン多めだから楽しみ。ありがとう8ビット。